うまやすワイン大賞2020年に選ばれてあっという間に大人気モンテデルフラノク全然ないじゃないですかそうなのよ、まあ、ミシュランでいうところの三つ星マグロちゃんじゃないよね、マグロ様だね、様ですね。東京ワインサロンチーフソムリエのジュエです。今日もよろしくお願いいたします。今日も東京ワインサロンメンバーのミホちゃんに来ていただいてます。よろしくお願いします。ということで今回ご紹介させていただくのはイタリアの超有名ワインモンテデルフラーノクストーザスペリオーレカデルマーグロ編です。よろしくお願いいたします。ちょっと横文字がね多すぎてね分かりづらい。モンテデルフラーノク言えてないじゃないですかそうなのよ。モンテデルフラーノクストーザスペリオーレカデルマーグロ知りません？聞いたことない？ないですね。これ結構有名なんだよ、知らない？無人島で新婚生活してるのかな？なわけないですよワインのね名前って特にイタリアワインはね覚えづらいんですよ。まだねハリーポッターのエクスペクトパトローナムの方が言いやすいんじゃないかな。でこのワインイタリアワインなんですけど、イタリア国内で最も影響力のあるガンベロロッソっていうワインのワインとグルメの専門雑誌で最高評価のトレビッキエーリっていう賞を11年連続で受賞してるんですね。まあミシュランでいうところの三つ星みたいな。すごい。ガンベロロッソはミシュランのこう星マークと一緒でグラスの数で評価が決まっていて、一つグラスだとアンビキエーリ、トゥエビキエーリ、トレビッキエーリ、三つ星、そうそうそうみたいな。その3つグラスのトレビッキエリをずっとこう受賞し続けているっていう超美味しいやつ。簡単にね生産地とかね生産者とか商品名のことを、まあ、分かりやすく説明すると、例えば山口県で作られる日本酒朝日酒造さんの獺祭とか有名じゃないですか、はい、鹿児島県で作られる芋焼酎西酒造さんの富野宝山とか聞いたことないですかね。チラッとかな森伊蔵とかなら分かるかな。あ、分かります。そう、そういう感じ、はい、この子は北イタリアのベネト州っていう地域にあるクストーザっていう場所で作られるモンテデルフラー社っていう会社が作る白ワインで、商品名がカデルマーグロっていう。それで分割してたら分かりますね。で逆に言うと外国の人が山梨県笛吹市のシャトーメルシャン甲州ワインって言っても何のこっちゃってなるじゃないですか。まあそんな感覚ですよ。ジャパニーズ分かりませんみたいななるのと一緒で、それでこのカデルマーグロ、日本の有名なワイン雑誌リアルワインガイドっていうワイン雑誌でうまやすワイン大賞2020年に選ばれてあっという間に大人気になっていったんですね。人気の理由はもうズバリリーズナブルな価格と親しみやすいのに高級感があるっていう点で、リアルワインガイドの紹介ではほのかなバニラの香りと花畑みたいな香りで、あとゴールデンアップルのコクのある爽やかな辛口の白ワインで余韻も長く楽しめます。2000円台でもうすごいコスパよく手に入るんですね。それとイタリアワインっていうことで、イタリアワインってブドウ品種たくさんあるじゃないですか。このワインなんと8種類もブドウ品種が混ざってるんです。めちゃめちゃミックスされてる。でまたねその白ワインの名前もまたね黒魔術みたいな呪文みたいな名前なんですけど、一応ざっとねお伝えすると、あ、知ってるやつも入ってます。まずシャルドネ、リースリング、トレビアーノ、ガルガーネガ、ポルテーゼ、マルバジーヤ、トカイフリブラーノ、インクローチョマンツォーリ呪文ですね。もう最後インクローチョマンツォーリーみたいなまあいろいろ入ってるよっていう、まあイタリアならではですよ。まあちょっと苦手意識持たずに早速テイスティングしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お待たせしました。それではモンテデルフラのクストーズスペリオーレカデルマグロ、もうマグロでいいね、マグロちゃんをテイスティングしていきたいと思います。乾杯。乾杯。香りはすごい優しい。あ、めっちゃ優しい。すっきりしてる、まあ、ほんといろんなこうブレンドされてるっていう感じがあるな。香り自体はすごいこう特徴的なインパクトの強い香りはないけど、ふわっとこう白い花みたいな優しい香り、優しいですね。でも飲んでみるとすごいすっきりした酸味もあるし、フルーティーな感じもあるし、今パッと思いついたのが花見月が街中で見えてるので、すごい花見月みたいなふわっとした感じ、薄紅色のそういう花見月みたいな花のこうふんわりした香り あるよね。あとはねメロンみたいなみずみずしいジューシーな香りが特徴かなと思う。ちょっとその青っぽさもあるんですよ。俺の中ではメロンとか青リンゴとか梨とかラフランスみたいな20世紀の梨をこうシャリッ
みたいな、それくらいみずみずしい。ということでマグロちゃんですね、カデルマグロテイスティングさせていただいたんですけれども、どうでしたか？美味しかったです。美味しいですね、はい、これ普段使いにすごくちょうどいい、ランチとかであったらいいかなって思うような感じですね。気になる工作さん発表のビビのポイント、ミホポイント、純也ポイント、それぞれ発表していきたいと思います。ではまずミホポイントからお願いします。ミホポイントは 3.6 です、はい、おでも何いやいや俺もそれくらいかなと思ってたんですよ。いや純也ポイントもまさに示し合わせてるわけじゃなくて 3.6 かなと思って、はい、うんたんですね。ただその知名度がねやっぱりあんまりないから、うん、本当に親しみやすさをみんな楽しんでほしいなっていう、うん、これからどん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 認知がもっと上がっていけば点数もそれに合わせて上がっていくんじゃないかなっていう伸びしろのあるそんな白ワイン。じゃあ工作さん気になるビビのポイントの発表をお願いいたします。ビビのポイントは 4.0 です。マジで高っ。すごいね。もう伸びてますね。俺たちちょっと下があれだね。爆発したかも。見過ぎだ。高いね。イタリアで三つ星の。そうですよ。トレビッキエール撮ってるんですよ、ちゃんと。マグロちゃんじゃないよね。マグロ様だね。様ですね、本当。気になるお値段は、楽天でネットで購入させていただいたんですけれども、めちゃめちゃお値打ち価格。なんと、2190円で、やってきます。お求めやすい。お求めやすい。どこの通販じゃん。ということで、今回はコスパ最高のイタリアワイン、カデルマーグロを紹介させていただきました。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。興味を持っていただけた方はですね、コメント欄にイタリアワイン飲んでみたい、解説分かりやすかったよ、一言コメントいただけると東京ワインサロンの励みになりますのでよろしくお願いいたします。東京ワインサロンはサロンメンバー募集中です。ワインライフを楽しみたい方、チャンネル登録で東京ワインサロンのメンバーになりましょう。サロンメンバーにはワインのお得情報をお伝えしたり、サロンメンバー主催のワイン会に招待しちゃいます。詳しくは概要欄に書いてますのでぜひチェックしてみてください。次回もためになる動画、美味しいワインを紹介していければと思います。楽しみにしててください。それではまた、バイチャー。